はい、三河湖周辺の林道その2のパート2です。舗装路に出てしまったので来た道を折り返し途中にあった脇道を探ってみたいと思います。さて、そろそろあるんじゃないかな。あ、ここだ。来た道は右の道だね。重機が通った感じだね。もしかしたら工事中で通行止めのパターンか。あ、重機が止まってるだけか。ここまで来ると重機の跡がないね。工事で通行止めはないかも。いや、やっぱり重機の跡あるな。重機は右に行ってる？なんとなくまっすぐ来たけど、右下の道も気になる。ちょっとだけ荒れてきた。結構奥まで行けるか？下り始めたか。おっと、分かれ道か。とりあえずこのまま下ってみるか。結構な勢いで下るのね。
山を降りる感じの下り方だな。穴だ。林業の人はジムニーで通るのかな。右手に何かある。フェンスで囲まれてるな。何だったんだろう。また分かれ道か。どうしよう。少しだけ休憩して。こっち行くことにした。またフェンスが。何かの施設か。よくわからん。てか舗装路になってるし。また分かれ道っぽいね。どっちも舗装路か。とりあえずもうちょっと先に進んでみるか。結構先まで行ってみましたが、ずっと舗装路だったので戻ってきました。とりあえず左はパスして。さっき少しだけ休憩したところの脇道を目指すか。はい、では今回はここまでとさせていただきます。それにしても思ってるより三河湖から離れているような気がしますね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。